はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘湯の花コレクションをやっていきたいと思います。ですね、今ですね、イベントがそろそろ、なんだろう、すごい、たくさんもらえますね。元気になった？よし、じゃあ何しようか。そんな近づかなくてもフレームに入るってば。巡業イベントっていうのがありますね。ハロウィンです。湯の川、みんな可愛いよ。ねえ、誰でも大好きに見える。なるほど、今開放はまだされてないんですよね。巡業先が近いなら走っていこうかな。ライブやりましょう。うん、やっぱりホルムズさん、みんなの長所を生かし合おう。さあ、箱根とにゃって。じゃあやるな。さあもうちょっとだ。さあマンザも。マンザもスキルを発生。スキル大事です。はい、勝ちました。2曲目ですね。決着。なんかね、この、あいまいはさまる、1コマ漫画、これは結構危ない。さてと、ここでですね、おー、すごい、リンカ。リンカです、ファッションセンスが高いんですよね。このハロウィンの季節にはやってまいりました。というわけで、見事にハロウィンを、成功させます。バーデンもいつもと違う格好ですね。そして、ゆともガチャをやります。誰だろう？お？どこ？まあ、すでに引いてますね。さあ、もう10回ガチャ。うん、これは出ませんでした。そして、おー、いいですね。秋のアニマも結構いいものですよ。10回ガチャ、来ます。行きます。お？これは SR かな？うたた寝してしまいました。ユノツですね。アサムシ、あれ？アサムシってまだ津軽か。
青森県の音声無声ですね。今度は大手町はすでに撮っている。いわきももう撮っている。湯の号だったっけ、湯の里だったっけ、もう撮っている。越後湯沢は撮っている。これは竹尾か。竹尾、このバージョンの竹尾は面白いな。定山系。おや SSR 来るぞ。私は月岡くるみよ。おっと、出た、ハロウィンバージョン SSR 月岡くるみです。新潟県の音声娘、これも SR 来ますね。金ピカ1号ってなんだ、1号ってなんだ。お、 SSR が来た。お知らせだってさ、何かな何かな、早く。土の子好きやな。土の子す、風花応援してる。なんかね、みんな巡業え、今どこにいるんだ、愛媛。ああ、そういうことか。さ、昼ヶ谷温泉。今回なかなか強敵ですよ。勝てるかな。さあ、準備はいいかしら。月に帰りなさい。月に帰りなさいって。月に変わってお仕置き用じゃないんですよね。さあ、昼神。星を力を貸してください。さあ、どうだ、有馬に対して。あ、アフリカ。しかし、微妙に勝った。微妙に勝ったってどういう言い方だ。また有馬、バカにしないで。さあ、ライバル対決。どうだ？あ、今回は負けたか。さあ、どこまで押し戻される。あんまり押しもされない。伊香保と熱海、さあどこまで行けるか。遠目させる、まだです。箱根と草津、行けるかな。行きましたね、勝ちました。こうなることは知ってました。知ってたんかいっていう感じです。お、会話イベントが発生です。占い師か、このゴスロリ、この衣装いいですね。いや、意味深ですね。巡業うまくできたでしょうか。勇者さんに褒めてもらうと頑張った甲斐があります。全くその通りですね。さてと、次は
神無き市を行ってみましょうか。張り切って巡業行ってきます。ちゃんと無事に終わったら一緒にプラネタリウムに行きましょう。巡業ダンスを披露するのだ。さあライブです。なずきこれ強いな。結構草津ですね。まあ、一丁やりますか。こんなもんじゃないかな。まずはリード。そんな音声娘いません。うなずきまでいる。うん、確実に勝っていきます。さあどうだ。あ、勝ちました。いいですね。本当だよ。確実に小槌を稼いでいきます。これでまたうまくいけばまた小槌が増えて、イベントストーリーも更新されました。メンバーを増やします。これは先ほど引いた SSR を月岡くるみですね。おっと、ここは名所でした。こういう名所を確率増やしていけば、なおパワーアップできるんですよね。名所をたどることは大事です。しかしどこにあるのかっていうのは分かりにくいですが、天草飛行場は指定されているのか。さあもう一度バトル。行ってみますか。銀座小雪。今日はよろしくお願いしますね。え、なんで？で、まだまだ続けますわ。さあ、そんなに楽に勝てそうな相手でもないかも。とりあえず最先良いスタート。おっと、これは意味深。ビキニです。勝ちましたね。いいですね。さあ。鶴のように舞い上がるわ。
下にいろいろついてますね。スキルがつくとどんどんこれが増えていきます。おお、4つつきましたね、スキルが。弱とこ1回は負けてない。よって4局目でとどめを刺しました。そして腹つるとかこの3人がもうすぐ300に行けそうです。おっと、おっと、風花をお見せしたいですね。風花、さっきからずっと敵ばっかりだからな。敵。さあ。有馬の、あれ、行きたかったな。有馬というか、神戸のイベントなんですけどね、音声娘の。1万いった。おーっと、もう押し込めた。さあ、果たしてそう言い切れるか？言い切れなかった。しかし、ほとんど押し押さえていない。さあ、相手もスキルを使ってきました。勝ちましたね。3局目で決着です。古い。シャンプーハット、さっき獲得した SSR の新しいこの月岡をパワーアップします。花が開いてますね。この上限アップはまだできないですね。営業するなら、プレゼントがあるみたい。そっちがプリンだったというオチか。イベントだって楽しそう。ねね、ちょっと覗いてみようよ。さっきの月岡をパワーアップします。得意強化は関係ないですね。あれ？得意強化できんだ。そういうことか。ショーン、得意強化させます。さっきの月岡をパワーアップさせます。フルを40まで。超成功。
ここで、目的地到着。さあ、どこに移動させるか。これ五島列島ですね。5しか使わない。ライブで稼ぐのみです。なんとかしたい。で、なんだろう。今回は負けた。さあ、なかなか。二つをスキルを獲得。おお。一気に押し込んだ。城崎は SSR ですね。何かだろう。相手は強いかも。あ、それでも勝ってますね。スキルを思ったほど稼げません。しかし1万2000円出ましたね。勝ちました。さあ、長良川が。いつでもいいよ。巡業完了。ああ、別にないんですよね。確かここら辺はなんかあった可能性がある。のように燃え上がって、燃え
これでスタミナもなくなったことですし、もらおうのもあって、今回はそれで終了しましょう。はい、はい、というわけで、温泉娘湯の花コレクションを、遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。